緒に向こうで暮らすんなら。ギャンブルは厳禁。約束できる？この辺りは綺麗な海だったんだけどね。結婚しようって言えばいいじゃん。言えないよ、こっちからは。仕事もしないで毎日ブラブラしてるだけだし。ちょっとちょっと、立ち入り禁止です。おい、みんな何の罪もねえ、あゆみちゃんを誰が殺したんだべ。まだいたのか。伊豆までここさえるつもりだ。あんたがここさ来るまで、こいなこと、一遍も願った。警察があんたが犯人で捜査してるって。ふざけんなよ。ダメなんだよ、俺は。死んだ方がいいんだよ。自分のせいでお母さんが死んだと思ってるんだ。死んだあゆみちゃんの大切な人だから。それで新編綺麗にしろ。いい度胸だ。根っからの博打打ちだな、あんた。勝手なことしないで。死んじゃったらどうすんだよ。待てよ。もっぺんもっぺん生まれ変わってやり直したらどうだい。俺はどうしようもないろくでなしです。なぎまち。